皆さんこんにちは。私はレック専任講師弁理士の西田です。本日はですね、2022年向け弁理士試験合格目標のエルゼミ冬期制の私のクラスの紹介をいたします。とですね、ここ最近1、2年はですね、コロナの影響で試験の日程も遅れて。 普段例年と比べて遅れてしまって皆さんもです、ね、かなり勉強しづらい状況だったと思いますがだいぶです、ね、コロナも落ち着いてきて来年あたりからはもしかしたら元に戻るかもしれませんのでそれも踏まえて学習をしていっていただければなと思います。さてててそれも踏まえまえして私ののクラスではどのようなこととをやっているかと とといいうことをご紹介いたしま,すでまずですね、私のクラスはですね、方針として3つのことを掲げております。で3つのことは何かというと、1つ目は、学習計画を立てるということです。でもう1つは、問題文の読み,方読み方を身につける。であと、それで3つ目はですね、基本知識を身につけて、 書き方を覚える。書き方を身にマスターすると,ということになりますで。で、それ順を追ってですね、詳しく説明させていただきます。で、まずはですね、なんといっても便利試験、まあ便利試験だけじゃないですけども、資格試験だったり、まあ受験勉強に関しましては、やはり計画、スケジュールが最も重要です。ですので、えー、皆さんの状況に応じたスケジューリングを 私は立ててご提供いたします。であの学生と違ってですね社会人っていうのは、まあ、それぞれ環境が学習環境がすごく違いますよね。ですので、えー、と一概に一律にですね、まあ、このスケジュールで全員やりましょうということは、まあ、まずは難しいかもしれませんけども基本的なことはまず皆さんにご提供させていただいて。で えまずはこのスケジュールで大まかやっていきましょうと,ということをご提示いたしますでその後にですね、えー、個々に個別に合わせたスケジュールをですね、まあ、ご相談に応じてですね、えー、皆さんに提供させていただこうかなと思っておりますそれがまず1つ目ですで2つ目はですね問題文の読み方なんですで、えー、問題文の読み方っていいますとまあ 論文あのえっと弁理試験にはですねえ皆さんもご存知かと思いますけれども担当式試験と論文式試験とあと口述試験と,と3段階の試験があります。でエルゼミではですねメインとしてはえ論文式試験対策を行っていきますけれどもえ論文式試験に合格するためには問題文を読んでそして回答してで答案を作成して そして提出して合格点をもらうという流れになっていきますのでまずはですね合格点論文式試験で合格点を取るためには問題文読まなきゃいけないわけです。お分かりですよね。いろいろな試験を皆さん大人の方だったらですねあの経験されたと思いますけども論文式試験ではまあ問題文を読んでその内容を理解して問題の質問の内容を理解してそれでそれに対して回答をしていくと。 ってことになりますでここがやっぱりですねあの一番難しいところでして、えーまあ、お分かりの方も皆さんいらっしゃると思いますけれども、えー、問題文を読み取る読み解く、まあ、問いが何を聞いているのか出題者が何を聞いているのか、まあ、い,いわゆるあの大把握ですよ、ね、でこの大把握が、まあ、最後の最後まで難しいということになります。でですので え問題文大把握を適切にですね行うためにあの私のクラスではあの問題文の読み方をまあご指導させていただきますで私の中ではですねえっと一番最初に思ったのはあの私自身も思ったのは問題文って日本語であって日本語ではないとまあどういうことかというと日本語で書いてあるけれども 何を聞いているのか一見するとよくわからないというような問題がまあ結構ありますよね。でそういうものに対して何を聞いているのかをまず正確に把握するという意味で、えー、日本語を自分の分かりやすい日本語に変換するという意味を込めて私の中では和文和訳と言っております大把握をですね。で この和文和訳の仕方を皆様にご提供させていただいております。そしてこの大把握ができたとしたら最後の段階で論文式試験で合格点を取るためには何をしなきゃいけないかっていうと答案を出して答案を提出してその提案答案を採点してもらって合格点をもらわなきゃいけないですね。なので最終的にはやっぱりアウトプットの合格点を取る。 法案を作成すするとということになります、まあ、そのための、えー、基盤となるものとして、まあ、3つ目三つ目のことですけれども、えー、基本知識を身につけてさらに、えー、書き方論文の書き方を身につけるということを行っていただくのが私のクラスの目標となっております。 最終結果の合格答案書ければいいんですけれどもまあその合格答案書くためにはどうしたらいいかというのが、まあ、最初のうちはよくわからないことが多いですよねですのでまず私が皆さんに提示するのは回答で、えー、合格答案となる、えー、答案を皆様にご提供いたします。 それはです、ね、あの私のクラスオリジナルでして、えーまあ、私の中では、まあ、西田参考答案と言わさせていただいておりますけれども西田参考答案というのは、えーまあ、レックから出ているレジュメの、ね、回答だけではなくてです、ねまあ、レックの回答はまああのいわゆる模範答案といったようなあの論点に対して、ね、本当ほとんど完璧な答案だと思うんですけれどもそれとは別にですね 例えば私が受験生だったら試験時間内に書き終えてかつ合格点を取るまあ今ですと大体まあ偏差値ですけどもまあ54点取れるようなそれをそれは確実に超えるではあろうと思われる答案をご提供しております。 じゃあそこをですね、まあ、具体的にどのような答案かっていうのも、ちょっとサンプルで皆様にえちょっと紹介いたします。はい。これはですね、まあ一つの例で、えー、っと特許法実用信案法の問題の回答です。で、えー、っと、見開き1ページで紹介するのが、あのー、ポイントなんですけど、一つはですね、この見開きで見ることによってビジュアルで えー、答案を、えー、見ていただくどういうことかというと、えー、とここで言うと、例えばー大ックに分けて、答案用紙でいうと、1ページ目、2ページ目、裏の3ページ目、4ページ目となるんですけども、この、えー、4ページある中の、特実だと、大体3ページで終わらせましょうというのを目標としています。ですので、60行以内ですね。特実は60行以内でかつ 私の答案の特徴はですね、ここに書いてありますけれども、1行30文字以内。ということはどういうことかっていうと、まあ、30文字も意外と書いたら多いんですけども、ただですね、あのこの1行をもう爪爪で書きながら、まあ、一見すると、まあ、60行で収まってるよっていう答案もちまた、あ、にはあるんですけども、そういうことではなくて、本当に、えー、実際に書く 書ける量を重要視してますんで、私は文字数も大事にしております。ですので、あの1行にはさほど文字を書かずに、かつ60行以内で収められる答案、どういうふうに書くのかなっていうのを提供しております。で、さらにですね、書き方としましては、まあ、これがまず全体像ですね。で、書き方としては、私がまず基本として皆様に 指導させていただいているのは、例えば一例ですね。どこに何が書いてあるのかを確実に把握していただきたいと。ということですので、例えば、ここに説問、カ1について、設問、どの説問のことを答えるのか、そして何を答えるのかをタイトルで書くと。で、例えば、特許権の侵害だったら侵害の定義を書く。で、侵害の定義に当てはめをすると。 当てはめをしてここのこのタイトルの中の結論を出すと,ということも行っております、ね、このようにですね、あのタイトルを書いて内容をだまあ、段落分けをして何を書きたいのか、タイトルで何を書きたいのかを明確にしつつ内容もですね、必ず段落分けをしてわ、えー、かりやすく書く。 ととといううここを皆様にご提供しております、まあ、下も大体同じようなことですねですので基本的には原則として必ずタイトルを書くタイトルを書いて内容を書く段落分けして内容を書くということですねそうすることによってどこに何が書いてあるのかのがすごく分かりやすくなりますので読み手が読みやすいんです なので、えー、読む方がまが楽に読めるということですね。まあ、こちらもそうです。タイトルも書いて、えー、内容を書いていくということになります。はいで,すかね、ですので、まあ、このような参考答案を皆様にご提供させていただいております。で 私が論文を書く論文式試験の答案を書くときのモットーとしているのはですね相手の質問に直接答えてできる限り直接事項だけで相手と会話ができるような状態余計なことを長々書くんではなくて相手が聞きたいことをストレートに答えるそうするとえー 出題者側もです、ね、読み手もですね私が聞きたいのはそれだよとそうそうそういうことだよ分かってもらいますのであの意思疎通ができるんですねえ論文式試験では、まあ、書いた論文を提出して対面ではないのでちょっとコミュニケーションという感じはしていないしないかもしれないですけど実際はまあ手紙のやり取りと一緒ですのであの試験委員とのコミュニケーションなんですですので相手の意図を汲み取って私はこういうことを 答えようとしてますよって言うのを相手に伝える。わかりやすく伝えるということが最も大事かなと思っております。あの試験員の方もまあ人間なんで。あの。自分が聞きたいことに答えてくれて一生懸命答えてるなと。思ったら、そうそう、それを聞きたかったんだよと思って。やっぱり合格点。つけやすいかなと思いますので、ぜひそういうところを目指してください。で、さらにですね、あの基本知識のことを。 もう付け加えますと、えー、論文式試験を書くのには、まあ、書き方は非常に大事なんですけれども書き方だけではなくてですので条文の基礎知識も日々身につけていかなければいけませんのでこれはです、ね、あの宿題等を皆さんにお出ししますので、えー、宿題等でまあ基本事項を毎週学習していく。 あとはチェックリストといって、まあ、措置問題に対するチェックリストをお渡ししますので,それ,でそれに基づいて、えー、項目列挙の、えー、項目を、まあ、覚えていただくというふうに、あのー、基礎知識も徐々にインプットしていただいて基礎知識プラス書き方を身につけることによってそれが融合すると合格点これを書けるようになりますので、えー、皆さんぜひそこをです、ね、日々、えー 学習の基礎基盤として、えー、進めていただければなと思います。であとですね最後にですね私のクラスではあの皆さんの皆さん受験生の悩み相談を行っております。まあ、まあ、人生の悩み相談まあ,あの受験に関することだったらいいですけど基本的にはあの受験に関するご相談を承っていると,ということになります。でですのであの勉強の内容も,もちろん さることながらあの受験の計画あの皆さんねあの冒頭でも話しましたように社会人というのはいろいろな状況がありますのでこんな私は状況なんですけども勉強どうやってやったらいいですかとどういうスケジューリングしたらいいですかっていうのはご相談も受けて回ってまっおりますそれはあの講義後も承っておりますし、えー、講義後とは別にですねあの受験生専用のメールをご紹介して しておりますね、メールアドレスあのご提供いたしますので、えー、そこにアクセスして,していただいて、えー、そこでですねあのいろいろな勉強に関する受験に関する質問をしていただければなと思いますので是非、えー、ご活用いただければと思います。ということでですね私はですね皆さんの,あの受験時代あの私受験時代は結構いろいろ悩みながら 受験生活を送ってましたので、えー、皆さんの気持ちになるべくあ,のある程度大半のことは分かると思いますのでぜひ相談していただいて悩みを解消していただいてあとは受験勉強に専念していただくと,ということを私はあの願っておりますのでぜひですねあのよろしければ私と一緒に来年の合格を目指したいと思いますので一緒に頑張りましょう以上で終わりますのでありがとうございました